はい、それではお時間になりましたので、始めたいと思います。特許庁アイオープントーク第2回、知財で未来を切り開くを、今から開催いたします。前回同様ですね、司会進行は、リパブリックの市川が務めさせていただきます。よろしくお願いします。ですね、前回は豪華なゲストをお迎えした形になったんですけれども、今回はちょっと趣向を変えまして、アイオープンのプロジェクトメンバーが、まあ、ちょっとこうカジュアルな形で、お話をするという感じで進めていきたいなというふうに思っています。じゃあまず特許庁からですね、前回と同じく橋本直樹さんにいらしていただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。橋本です。それからですね、同じく株式会社リパブリックのディレクターで、まあ、このプロジェクトの、まあ、コアメンバーでもある白井亮です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。白井です。はい。で、ですね、ご視聴いただいている皆さんからはですね、YouTube でアクセスをいただいていると思うんですけれども、前回同様ですね、例えばホームページの URL ですとか、まあ、そういうものはこちらの方からも少しご案内を書かせていただこうかなというふうには思っています。でもし、ちょっと時間があればという感じなんですけれども、何かご意見とかコメントなどあれば、そちらに書いていただければなというふうに思っています。はい。そしたらですね、ちょっとだけ、前回も振り返りながらお話をしていきたいと思うので、私の方から画面を共有していきたいと思います。はい。さて、ご覧いただけてますか？大丈夫でしょうか？はい、できます。はい。ですね、アイオープンなんですけれども、前回橋本さんの方からご案内をご紹介いただいて、まだまだ馴染みのないキーワードなんですけれども、少し、知っていただけたかなというふうに思っています。で、前回のお話はですね、こんなメンバーでしておりました。コペルニクの共同創設者兼 CEO の中村さんがインドネシアから、それからですね、ニューストーリーズの代表でいらっしゃる太田さんは東京からという形で、お二人にまあちょっとお力添えをいただきながらですね、ものすごい大きなタイトルだったんですけど、社会を変える地の最前線ということでお話をいただきました。で、その時にもですね、まあ、実にたくさんのこう示唆をいただいたんですけれども、はい、書けるかな。ちょっと画面がよいしょ、出てこないですね。はいはいはい。で、その時にはですね、中村さんからもお話がいただいたんですけれども、実際にコペルニクがですね、現場でどういうことをされているかってお話をいただきました。で、その時にはですね、まあ、コーヒー豆の乾燥の技術ですとか、あとはゴムの木からこうラテックスを取る話ですとか、まあ、とにかくその今求められている地というのはですね、特にその現場で何を解決するかということを起点に考えた時には、まあ、単純にこう技術をですね、持ってって応用するということだけではなくてですね、いろいろとまあ実証実験を繰り返してみるとか、あるいはその実際にやってみて、もしかして最終的に必要なのは技術とかですね、まあ、商品自体の開発ではなくて、まあ、チャンネルの、まあ、変化ですとか、まあ、システムを歪ませると、仕組みを歪ませるというような表現をされていたんですけれども、まあ、さまざまなこうアプローチが必要になっていくよというような示唆をいただきました。で、今回はですね、まあ、それにこう付随してというか、そこからの展開を考えるという感じにはなってくるんですけれども、まあ、知財で未来を切り開くということをテーマにしています。で、本当に示唆が前回、も多かったと思うんですけれども、やはりそこでこう見えてきたのはですね、こう一人一人のこう思いですとか、あるいはまあ、その中から、こうどうやってですね、いろんな人のこう血を紡いでいって実際にソリューションを作っていくかというようなことがお話としてあったかなというふうに思っています。今日はですね、そんなお話を、まあ、冒頭で少しこれからですね、橋本さんから、アイオープンのプロジェクトについてご案内をいただいた上で、その後にはですね、まあ、ショートムービーを
を実は制作をいただいていて、本当にあの素敵なものですね。あの大変短い時間の間に制作チームの皆さんに頑張っていただいて作っていただいた映像があります。でそれをあのちょっとご紹介をして、あのその後、まあ、そこで言われていたこういうセリフってどういう背景から来ているのかなということをちょっとご紹介できればなというのが、あの今回のイベントの趣旨になります。ではですね、この後ちょっとバトンタッチをさせていただいて、橋本さんの方からですね、前回に引き続いてちょっとこうアイオープンプロジェクトのご紹介をお願いしたいというふうに思っています。はい、石川さんありがとうございます。ではあの画面共有させていただきます。はい、ありがとうございます。あの前回第1回、まあ、ご視聴いただいていただいた方ももしかしたらそうでない方もいらっしゃると思いますけども、まず、まあ、あの前回に話したことも含め少し重複しますけれども、この i オープンプロジェクトとは何なのか、特許庁として今何をやろうとしているのかということを簡単にご説明したいと思います。まず、まあ、改めてもう一度自己紹介ではございますけども、私特許庁デザイン系プロジェクトチームの橋本と申します。まあ、経産省に入省して今特許庁にいるということでございますが、国家公務員として初めて、まあ、パーソンズ美術大学という、まあ、美術大学院に留学をいたしまして、まあ、デザイン思考であったりサービスデザインといった、まあ、デザインの考え方を学びまして今特許庁で政策立案をしております。まあ、この i オープンプロジェクトはですね、特許庁の中の有志11人と立ち上げまして、今まさに指導し始めたということで今やっているところです。で、まあ、あのデザイン経営という話を今申し上げましたけども、あのご存知の方もいらっしゃると思いますが、特許庁はですね、まあ、デザイン経営、まあ、経営の中にですね、ブランディングとイノベーション、この両方を持ち込むためにデザインの考え方が必要だと、それを経営に導入していくことが必要だということを3年前に打ち出しまして、その中で特許庁自身もこのデザインの考え方を実践した、まあ、取り組みを特許庁自身もやるべきだという考え方で、ここ3年間実践してまいりました。例えばこの左下に商標権、権が拳と書いてございますけども、商標という、まあ、ロゴマークとかトレードマークのことですけども、これの、まあ、権利の活用をですね、どんどんもっと知らない人にも知ってもらいたいと、知ってる人だけが使えばいいではなくて、知らない人もどんどん使ってほしいとユーザー目線に立とうということで、まあ、あのかなり面白いユニークな動画を作成して、結構あの皆さんにご好評いただいたりとかですね、あとは右に、まあ、あのスマートフォンの画面がありますけども、まあ、特許の申請ってかなり手続きがですね、分かりづらいというようなお声もあったので、そこを改善するような、まあ、スマートフォンで簡単にどういうことをやればいいのかということが分かるようなですね、まあ、サイトを構築するといったような取り組みをこれまでやってきたところです。で今回この新たにですね、デザイン経営初の新しいプロジェクトとして i オープンプロジェクトというものを始めたところです。このプロジェクトでは知的財産、まあ、知的財産というのは、まあ、特許商標といろいろございますけども、これの今後の在り方を見据えながら、地域、日本の地域から世界まで社会を変革する、そういった意思を持つ人々にスポットを当てていくというプロジェクトでございます。まあ、少し大冗談に構えた、まあ、あの中身であるんですけれども、まあ、少し具体的な話、まあ、改めて申し上げますと、知的財産が開いた新しい未来と書いてますが、この発明というとなかなか遠い存在というふうに思うと思うんですけども、ニュージーランドのですね、13歳の女の子の発明家のアイラさんという方がですね、この薪ストーブを使う際に、まあ、斧を割る際に手斧でお母さんが怪我をしたということを目撃しまして、まあ、この経験から、まあ、お母さんがこういう怪我をもう二度としないようにしたいという、まあ、強い思いを持ちまして、まあ、安全な巻き割り方法を作って、でそれで、まあ、この安全形状を持つ器具を開発して、そしてお父さんの、彼女のお父さんエンジニアなんですけども、彼女のお父さんの支援のもと、まあ、世界中の特許権と商標権という、まあ、あのこのネーミングとですね、発明そのものの権利を取得をしてアイデアを広げていったと。これでまあ世界中で多くの人が簡単で安全に巻き割りすることができるようになったというまあエピソードがございます。で、これはですね、あの実は市川さんからも先日お伺いしたんですけども、こうニュージーランドだけの話ではなくて、実は五島列島にも、お子さんがですね、この巻き割り器具を使って巻き終わっていたということが目撃されたというふうに教えていただきまして、本当に、まあ、日本ではこういうのを使わないでしょうというふうに思うかもしれないんです、知れないんですけど、実はかなり使われていて、まあ、こういうその小さい、まあ、その13歳の少女のがですね、自分の思いから発明というものを生み出して、それをまあ世界中に展開していったと、それによってまあ様々社会の課題というものが解決されていったというようないいケースだと思いまして、こういうようなまあ一つ一つのですね、一人一人の想像力に着目をしたプロジェクトができないかというのがこのプロジェクトの視座というところでございます。
今知的財産と何度も繰り返し申し上げたところ、簡単にですね、そもそも知的財産は何かというと簡単におさらいいたしますと、3つございまして、1つが特許権、発明を保護するもの、そして意匠権、これはデザインを保護するもの、そして商標権、トレードマーク、これはさまざま企業のロゴであったりとかですね、商品名につけている、名前というものがありますけれども、これを保護するというような権利を特許庁としては、これを保護する権利を付与するというような業務を行っています。で、この権利を得るとですね、どういういいことがあるかと言いますと、例えば特許権を自分が初めて取ったということになりますと、他の人がその発明というのを簡単に実施するにはですね、その特許権を持っている人の許諾を得なきゃいけないと、勝手にそれを使うことができないといって自分のアイデアということが保護されます。そして連携と書いてますけども、これは勝手に使うことはできないと言いましたけれども、その特許権を持っている人がですね、この人と一緒に連携をしてビジネスをやりたいと思えばですね、その権利を相手に許諾を使うことを許可をするということができますので、そういうような許可をすることによっていろんな人と連携をして自分のビジネスを進めていくことができる。そして最後にトラスト、信用を得るということができますけども、この特許もしくは商標、意匠、いずれもですね、特許庁の審査官がこれが新しいものだというかですね、他の人が使っていないものであるかということを一つ一つ審査を厳密に行うんですけども、それによってオリジナリティがあるということが証明されますので、それが無事証明されるとですね、例えば資金を得たいときに投資家の方の信用を得やすいといったような形で事業継続の力になるというのが知的財産権の3つの力というものでございます。で、この知的財産権ですけれども、社会の流れが変わる中で、いろいろな、例えばここに未利用特許件数は全体の半分以上と書いていますけれども、権利というのはですね、取ったとして、取ればですね、他の人が使えなくなるわけですけれども、そうした中で、それを自分自身でそれを使っていると、もしくは他の人がに使わっていいよというふうに、いいよと言っているものがですね、実は半分以下ということになっていまして、半分以上がですね、特許権は取っているけれども、使われていないというようなものがございます。これはだからといって意味がないということではもちろんないんですけれども、やはり特許というものは実用化して活用されることによってより社会にいい広い価値を生み出していくのではないかなと思っています。なので、その原点となるのはこういう社会にしたいとか、誰かの助けになりたい人の、そういう人の思いにですね、この知的財産権というものが合わされば、より新しい価値が生み出されるのではないかということを考えています。そして2つ目ですけれども、一億総クリエイターの時代へと書いています。この写真にも書いています通り、 3D プリンターとかですね、オープンソースソフトウェア、GitHub とか、プログラミングをいろんな方が自由にいじられるようなプラットフォームといった、そういうような個人であったり、一人一人であったとしてもですね、そういう十分な設備がないような方であっても、自分で新しいものを作っていく、価値を生み出していくということがかなり活発な時代になってきています。で、もともと知的財産権というものは、エジソンをはじめ、もともとも個人のものにも焦点に当ててましたけれども、やっぱり大きな企業の権利を守っていくということも大きな示唆でした。一方で、これからはですね、こういうその一人一人、個人個人の創造活動にとっても知的財産というのはもっと身近であるべき、彼らの創造力を守る強い味方になるものというふうに考えていまして、こういう示唆で知的財産権を見直していきたいというふうに考えております。そして3つ目、最後でございますけれども、知的財産が社会解体解決の鍵にということを考えております。今新型コロナウイルスの感染拡大といったことで、社会的な混迷期に入っているということでございますとか、もしくは地球温暖化、もしくは開発のですね、弊害ということが起きている中において、この課題に対してですね、日本国内外、日本企業と海外の企業はですね、自分の特許というものを解放をして、で、例えばコロナ感染症拡大防止につながるための発明であれば、これを自由に使っていいよといったような宣言をしたり、もしくは SDGs 達成のために使うのであればいいよというような形で、自分の持っている特許を開放するといったような取り組みもどんどん行われてきています。知的財産はこれまで企業とか経済を発展させるという、牽引するという重要な役割をこれまでも果たしてきたところでございますけれども、今後はさらにですね、持続的な社会を構築するという視点でですね、知財を使っていくということが重要になりますし、そのような使われ方はどういうふうにすればできるのかということを考えていきたいと思っております。で、
このような考え方のもとですね、この iOpen というプロジェクトは生み出されたわけですけども、まあ、そもそもどういう意味かといいますと、まずパテント、まあ、特許という意味でございますけども、特許というのはやはり独占をする、自分で保護するという意味ですけども、もともとの語源はオープン、開いていくという意味だということ。そして、このイノベーション、iOpen の i というのはですね、イノベーションであったり、インテレクチャルプロパティ、知的財産であったり、i、自分自身が開いていくという意味。そして最後は、アイオープナー、目を輝かせるもの、そういう体験、目から鱗が落ちるような体験、こういうような意味なんですけども、まあ、こういうような意味を総合しながら、まあ、あのアイオープンという名前を我々は名付けたところです。先ほどの課題のところに少し、まあ、戻りますけれども、先ほど申し上げた3つの、まあ、課題に対応しまして、この特許庁としては3つの、この iOpen プロジェクトとしては3つのミッションを掲げてまして、まず1つ目はですね、知的財産というものはですね、まず思いを起点に始めるべきだと、思いを知的財産のエンジンにするパッションドリブンであること。そして、知というものは、一人一人の想像力のために使っていこう。デモクラタイゼーションオブ IP、まあ、知財の民主化というようなこと。そして、最後が社会変革のための知的財産、社会を変えていく、そういう力になるようなものとして、IP for Social Impact という形で使っていこうということをミッションとして掲げております。まあ、ここまでが前回も申し上げたところでございますけれども、前回、太田さんとですね、中村さんとの議論を含めまして、特許庁としてはこういうような支援を具体的にやっていけるのではないかということをご紹介したいと思います。これはまだあくまでも案ということで、これから掘り下げていくところではございますけれども、まあ、やはり一人一人の想像力をもとに知的財産を活用するには、まず最初にどうやって始めるのかと、知的財産なんて聞いたことがないし、よくわからないという方もたくさんいらっしゃる中で、まず始める。そしてそれを事業として継続していく、持続可能に続けていく。そしてそれをアイディアとか考え方をですね、世界に広げていって、いろんな人と一緒に社会に対して変革を起こしていく。このプロセスに沿って特許庁としてできることがあるのではないかと思っていまして、まず最初の始めるというところはですね、まず人の思いから始まるような知的財産をどうやって作っていくのかということを育み、そしてそれを有効的に戦略的に使っていくための支援。こういうようなものをですね、まあ、サポートするというような事業を一つ考える。そして、続けるというところですけれども、やはり事業を続けていくときにはですね、まあ、いろんなその課題があって、まあ、いろんな紛争が起きたり、いろんな人に、まあ、例えばそのビジネスは自分の、まあ、模倣なんじゃないかと言われたりとかですね、まあ、いろんなような紛争が起きたり、もしくは資金調達を得るということが必要になってきますけれども、まあ、こういうようなことで事業をですね、ちゃんと続けていくというために、知的財産というものは、これは権利化としてちゃんと取っておくと、これは強いになりますので、この知的財産の権利化を支援していくというような事業。そして最後にですね、まあ、一人一人ではですね、なかなか社会変革というのは成し得ないという中で、その輪を広げるためにですね、国内外に情報発信というものを、まあ、特許庁としてサポートをする。そして、その、まあ、考え方を広げるためにですね、まあ、ライセンス活動を他の人とどう連携するのかといったような側面で支援をする、こういうことが今考えられるのではないかなというふうに考えておりまして、まあ、今日具体的にではどういうような方と、まあ、特許庁として iOpen プロジェクトとして応援していくのかということを議論を深めたいと思ってまして、まずこの支援のステップ3つのステップということをご紹介したいと思います。私からは以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。まさに今始める、まあ、続ける、広げるっていう話があったと思うんですけど、まあ、今日終わりにでもですね、少しまた具体的に、どういうような、支援をということを考えているかというところも、白井の方からご紹介はできたらなっていうふうには思っています。ありがとうございます。さあ、そしたらですね、お待たせしましたですね、もう本当にですね、映像を作ろうという話になったのがですね、まあ、年末でして、いや、これはやっぱりその iOpen のプロジェクターもまだまだこう今からみんなに知ってもらおうっていう段階で、じゃあどういう人がどうやってその知財を生かしてるのって言っても、全くきっとイメージ湧かないよねという話になりました。でもう本当にまあ、年末から実はその年明けなんていうのはですね、もう映像制作周りの人たちはもうすでにいっぱいっていう感じで、まあ、ただでさえお忙しいところ大変無理を申し上げて、まあ、本当に信じられないような素晴らしいチームにですね、急遽お集まりいただいて映像制作していただきました。じゃあですね、せっかくなので公開しましょうか。
タイトルとしてはアイオープナーというふうにつけています。でちょっとその内容は、まずあまり語らずご覧になっていただけたらなと思うので、準備ができたら再生お願いします。クリエイティブな人たちには相当面白い時代になってるんじゃないかな。例えば実際あったことで言うと、農家さんでも結構いろんな発明っぽいことをするんですよね。それこそ本当農業現場であっても、ベンチャー界隈であっても、そういう発明とかアイデアを持たれてる方たちっていっぱいいらっしゃるんですが、最初特許取っとかなきゃっていうことにが大事だあるってことに気づいてない自分のアイデアで、もしかしたらこう、いろんな新しい展開が生まれてくるかもしれないので、西陣織の、織屋ということでですね、創業は元禄元年1688年からですね、西陣で織物を織って、今に至ります。10年前に約1年かけて世界で初めての150センチの幅の西陣織が織れる織機を自社で開発しまして、そこが海外の展開のきっかけとなっています。やっぱり過去にそれだけ振り返れるということは、その分未来を見渡せるということにつながってくると思いますので、クリエイティビティを持って過去をリサーチして、またそこからこう未来に展開するということができるんじゃないかなと思います。結構職人もしくはそのアーティストにリスペクトを持つ社会って僕は重要だと思ってまして、そこに対してみんなが敬意を払えれば、ある意味そのクリエーションというか創造的なものに対する意識とか価値が高まってきますし、強いてはそれが職人の価値を高めることにもなるんじゃないかなとも思いますので。松井達也です。工業デザインっていうのをベースにいろんなデザインの活動をしてますが、最近はそれに付随して現代美術っていうのを結構作品を作っています。クリエイターのアイデアがイコールこれ命ですよね。これ今度クオリティとその権利によって縛られたようなことももちろん解放されていくので、本当にクリエイティブで新しい生き方を日本が進めていかなきゃいけない。農業×絵にイコールハッピーって、その農業と社会機能を掛け算すると社会課題が解決する。やっぱり人はクリエイティビティを持ったものにやっぱ幸せを感じていく。一番大事なのはオリジナリティ。ありがとうございます。ご覧いただけましたかね。はい、すごい対策になりました。実はですね、今回のために音楽もですね、それからもちろん映像もなんですけれども、すべて制作をいただいて今のような映像になりました。本当にちょっとご紹介しきれないような素晴らしいお話をいくつも伺ったので、ちょっとここからはね、ぜひ、むしろこう中身をですね、もう少し紐解いていけたらなと思っています。じゃあちょっと画面もこちらの方からも共有させていただきます。はい、まずそのアイオープナーですね。まずこのキーワードなんですけれども、アイオープンという言葉の、ままにと言ったら変なんですが、知財を生かしてですね、未来を切り開いていく人たちと
ということで、アイオープナーというふうな名前にしています。で、今回その映像の中でですね、ご紹介いただいた、ご紹介させていただいたお三方っていうのは、まず一番最初に青空の下ですね、これ芽キャベツだったんですけれども、キャベツ畑を、まあ、ちょっとこう撮影に使わせていただきました。映像の中にもですね、小さい、こう、ロボット、ワンちゃんみたいっていうふうに加藤さんおっしゃってたんですけれども、農業用の、まあ、要はですね、こう収穫したお野菜を、まあ、乗せるというような、モバイルムーバーというものをですね、実際に、デモンストレーションしていただいて、まあ、確かにその高齢化が進む農業の、まあ、現場の中でですね、少しでも、まあ、負担が少ないようにということで、まあ、作られた、まあ、機械ですね。これはまあ、皆さんも自動、むしろ自動車の会社としてよくご存知の、スズキとですね、一緒に、加藤さんが、まあ、やっていらっしゃる野菜バスと、それから、M スクエアラボという会社が、まあ、主になって、共同開発されている機械だったんですけれども、まあ、その他にも実際に、まあ、静岡だけじゃなくてですね、最近は全国いろんなところで展開をされています、まあ、野菜をですね、まあ、野菜をある種人に見立てて、それを、まあ、地域の中できちんと循環させるというような仕組みで、やってらっしゃる野菜バスの仕組みなんかも拝見させていただきました。それからお二方目にご登場いただいたのがですね、まあ、京都の西陣ですね、西陣織の株式会社舗装の12代目当主でいらっしゃいます、舗装さんにお話を聞きました。で、まあ、本当に素晴らしい、ストアの中で撮影をですね、時間をいただいて、させていただいたんですけれども、まあ、もう数ですね、たくさんこう、並んでいる西陣織ですね、しかも、まあ、通常皆さんが想像するような、32センチぐらいのこう幅の30センチぐらいの幅のですね、帯だけではなくて、実はもう皆さんでその開発されたという新しい織機ですね、150センチの幅でやるとこんなにもこういろんな広がりが出るんだよということをですね、実際にこう布を見せていただきながらお話を伺いました。で、最後にですね、ご自身が実際に、まあ、デザインとかですね、設計とか、まあ、運営に携わっていらっしゃいます、お茶の水のスタジオでお話を伺いました、フラワーロボティックス並びにですね、松井デザインスタジオの代表でいらっしゃいます松井達也さんにもお話を伺っています。どの局面でですね、松井さんにお会いになってらっしゃるかでだいぶ印象が違うと思うんですけれども、よくご存知の方はですね、映画なんかにもよく出てくるロボットですね、開発されていたり、あるいはですね、スターフライヤーの機体ですね、真っ黒い飛行機の機体のデザインですとか、で最近では現代美術ということで作品を作っていらっしゃるんですけれども、松井さんからどうして知財が大事なのかなみたいな話も伺った次第です。はい、いやもうちょっと贅沢でしたね、本当にね。はい、という感じです。はい。で、ここからはですね、まあ、このお三方なんですが、ぜひ、まあ、こんなお話もあったよねということをですね、映像だともう本当にあっという間に終わってしまったので、まあ、加藤さん、それから、舗装さん、そして、松井さんですね、このお三方のちょっとエピソードをですね、我々がちょっとこうこれが自分たちのお気に入りであるというようなところからちょっと抜き出してきましたので、ここからは3人ともちょっとマイクをオフにしてですね、全員でちょっとこう話をしながら進めていきたいなというふうに思っています。さあ、じゃあまずはですね、橋本さん、はい、ぜひちょっとこうアイオープンのプロジェクトをから見てもですね、ここがすごくお話聞けてよかったなっていうところをちょっとご紹介いただければなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。はい、いや今YouTube のコメント欄からもですね、増井さんから知財に対する考え方を根本から変える可能性を感じますというふうに、まあ、コメントをいただきまして、まあ、本当にこの3人のお三方はですね、その知財に対する、まあ、姿勢というものがですね、もうなんというか、まあ本当に、特許庁が考えていることとある意味、いい意味で違うというかですね、あ、こういうふうに、知財って活用できるんだって、なんかこう特許庁の人間がこう学ばさせていただいたみたいなところが、まあ、すごくありまして、まあ、特に3つ、まあ、キーワード、この動画の中にも出てきたキーワードをまあご紹介したいなと思うんですけども、1つ目が、野菜バスのですね、加藤さんがおっしゃっていた農業×絵にイコールハッピーと。
という言葉があったと思います。で、先ほど私のスライドの中でパッションドリブンと、まず思いから始めるということを、申し上げたと思うんですけど、それこがまさしくこのキーワードが体現しているなと思ってまして、まあ、この背景というのは、まあ、もともと加藤さんは NASA でお勤めになっていたり、まあ、その工業の世界に今いらっしゃった中で、で一方で、主婦になられてということをきっかけに今農業に携わられたということだそうなんですけども、まあ、その後ですね、いろんな同僚から工業の世界にどんどん戻ってこい、戻ってこいといろいろ言われたと。でも、まあ、このインタビューの中でおっしゃっていたのは、いや農業とかける絵にこれは何でもということですね、を掛け合わせるといろんな人を幸せにすることができると、でそれかつそれが社会課題解決にもつながると、こんなに、まあ、素晴らしい面白い仕事はないということで、農業に関する思い入れがものすごく強い熱量を感じまして、まあ、やっぱりこういろんな発明を生み出すとかいろんな、まあ、アイデアを生み出すという原点のところはですね、その思いというところがすごく大事なんだなということがこの言葉からすごく伝わってきたというので、一つ目が私の、お気に入りの言葉です。そして、二つ目、松井さんの言葉ですけれども、オリジナリティはロジック化しにくいと、まあ、その下に、まあ、そのエビデンスとして意匠権、商標権、もっと突っ込んで実用シーンやトークも含めて企業に提案できるアイデア自体がオリジナルだということが証明されるということを、おっしゃっていただきました。で、これは私がスライドで申し上げた、まあ、デモクラタイゼーション for IP、まあ一人一人の創造力のためにと、一人一人にということをこうかなり体現化した言葉かなと思ってまして、松井さんもですね、もともと20代の頃は企業で、お勤めになっていて、30代で、まあ、独立をされて、それかれこれ20年経たれたということだそうなんですけども、まあ、やっぱりその、まあ、これからどんどん自分で仕事を作っていくという時代にもなっていくのかなと思っています。で、まあ、企業の中にいればですね、まあ、作業時間に基づいて、例えば、公務員なんかもその労働時間問題になったりもしてますけども、その作業時間に基づいて対価というものが保障されるんですけれども、まあ、外に出れば、まあ、これは松井さんおっしゃってましたが、クオリティというものがまあ評価の軸になっていくと。で、このクオリティをどう担保するのかというところに、まあ、知的財産権というものが使えるのかなと。つまり、まあ、この知的財産権を取れたということは、それ自体にまあオリジナリティがあるということが、まあ、この審査というロジックで証明がされるということなので、まあ、これオリジナリティがロジック化しにくいということと、ある種反対のことを ある意味松井さんもおっしゃってたんですけども、オリジナリティというのは、まあ、こう自分の中からふと出てくるものだけれども、それを権利化するというのはロジック化で固めていくもので、だからこそ世の中にその価値というものを証明できるんだというようなこともおっしゃっていてですね、これがまさしく一人一人の創造力を世に広げていくために知的財産権というものがこう社会に対して証明書になるという強い味方になるんだということをすごく表している言葉かなと思いました。そして最後ですけれども、細尾さんがおっしゃっていた、西陣が長く続いてきた構造や歴史の中から今に通じる未来へのヒントが隠されているというふうにおっしゃっていただいて、これは私の中ではこのソーシャルインパクト 4IP と、まあ、社会変革のための知的財産というところに関連があるかなと思ってます。で、まあ、例えばですね、僕はちょっと前までユニコーン企業という、まあ、例えば総額1億円とか1兆円とかですね、そういう企業が、まあ、すごく注目をされましたけども、最近例えばゼブラ企業という言葉が注目されていて、まあ、それは何かというと、まあ、利潤だけではなくて社会貢献をバランスよく伴うことを追求することで、まあ、持続可能な事業を目指す、まあ、企業と、まあ、要は利潤と社会、貢献のこの2つのでかね、しましまのようにこう折り合う、まあ、ゼブラ、シマウマのような、まあ、企業を目指す、まあ、そういうような、まあ、機運があったりするんですけども、まあ、それが日本企業がすごくこれに合致するところがあるかなと思ってまして、例えばこの、細尾さんなんかはですね、その数千年と千年のという単位で、まあ、持続的にこうビジネスをやってきたと。で、日本はもう最古の企業がある国で、まあ、いろんな企業が持続的な発展をしてきたということは、まさしくその何かこう急激に成長してですね、何かバランスを崩すのではなくて、持続可能な発展をしてきたというのがやっぱり日本企業の、まあ、美徳であり、いいところだなと思ってまして、それが、まあ、まさしく日本のクリエイティビティみたいなところかなと思ってまして、まあ、この細尾さんというのはまさしくその SDGs って新しい言葉ですけど、それをまあ、ある種千年体現してきた、まあ、そのような企業なのかなと思って、私はこの言葉が大変気に入っています。ありがとうございます。あれですね、もうそれぞれちょっと深掘りしていくとものすごい時間がたくさん必要になってくるんですけど、特に細尾さんのお話でふと気がついたのは、最初私たち知的財産って
まずは商標、まずは特許とかですね、今その知的財産権をものすごくこう積極的に取ってらっしゃる人に当初はこうフォーカスをしていた気がするんですね。ところが細尾さんにお会いして気がついたのは、いや、ものづくりってもっと前からやってますよっていうことであるとか、実はその先ほど役割として保護するの次に連携するっていうお話があったと思うんですけど、まあ、最終的に何かを作る時っていうのは個人一人一人のですねアイデアと技術だけじゃなかなかこう立ち行かないことってあって、ところが、まあ、細尾さんがまさにこう代々元禄元年からやってらっしゃることって、いろんな職人さんと、まあ、プロデューサーといろんな知識が相まってここまで来てると、まさにその連携の歴史がここに至っているという感じがあって、そういう意味ではこう知の在り方っていうのをもう一回なんかこう再考させていただいたっていうか、が細尾さんだったかなと思うんですよね。そうですよね。なんか僕もこの今ちょっと後でご紹介するんですけど、ガイドの、まあ今回その特にまあポイントとなってくるのって、まあ一億総クリエイター時代みたいなことも橋本さんからお話があったと思うんですけど、まあいわゆる今その今までの古代企業の中での新しい事業、R&D のような形で作っていくってことだけじゃなくて、まあ個人の人たちだったりとか、あるいは中小企業の人たちが、まあ自分たち自身で事業の主体者となって、自分たちのアイデアを社会に出していくってことがどんどんこう生まれてきているっていう背景があって、まあそういう中で、多分その権利化っていうところの視野で見たときにはある種こうそれ自体も大事なんですけど、それだけじゃなくて多分あらゆる人のなんか想像の隣に多分そういう知的財産みたいなものっていうのがあって、でその時にそれって多分その個人に閉じるものだけではなくって、その関係者だったりとか、あるいはまあ細尾さんであればなんか産地みたいなことっていうのも含まれた中で、どういうふうにじゃあそういう想像みたいなことの財産を守っていくのかとか、あるいは広げていくのかってことがなんかすごい重要になってくるんだなっていうことを、まあ、お話を伺いながら思っています。そうですね、映像を見ていただくと結構見てわかるかなと思うんですけど、本当に三人三様で現場が違うんですよね、もちろん織物の世界っていうのももちろんありますし、加藤さんはもう本当にその農業というのも本当に聞く側まで、私たちこう静岡までお邪魔したんですけど、本当にたくさんのこう茶畑であるとか、まあ、畑がある場所だったりしたので、今からはこうなんていうんですかね、ラボとか研究室とかでこうゴリゴリ開発してっていうものがイコール知財というよりは、外に出ていって、もしかしたら首都圏には首都圏なりのもしかしたら開発する場所っていうのがあるかもしれないけれども、これからはより産地とかですね、生産の現場に近いところでいろんな知識みたいなものがこう育まれていったり、そこから生み出されてくるものが最終的には知財みたいなものを通してこう世界に広がっていくっていうのは、すごくこうイメージが湧くお話と現場だったかなっていうふうには思っています。どうでしたか、橋本さんにもなんかその辺は本当はね見ていただきたかったんですけど、はい、なかなか、いや映像の中で例えば細尾さんの織物のこの何ですかね、パソコンというかそのなんかこう電子的にこうピピピピピってこう織物 の, その、パターンがこう出るシーンがあったりとかしてですね、なんかやっぱりこう伝統とこの革新っていうものが、まあその極めてなんか相性がいいというかですね、だからなんかアップデートしていけているっていうのがこの映像からも見て取れてですね、すごく本当に私は行けなかったので行きたかったなと強く思いますそうですね、逆に細尾さんのおっしゃってるセリフをそのまま引用させていただくと、技術の革新があったから西陣の織があるっていうふうにおっしゃっていたんですよね。だからきっとこういうふうにどんどん新しいものを取り入れて、でもゴールはあくまでも、まあ、美しいものとかですね、新しいものをみんなで探求していくんだっていうふうに思っていくと、どんどん書き換わるんだなっていうのは非常に、はい、強く思いました。はい、ぜひ次回ご一緒にお邪魔できたらなと思います。はい、ちょっとこうコロナが明けたらぜひ。そうですね。はい、かなりそういう意味では体制も限られた中での映像の撮影だったんですけれど。じゃあ、続けて白井の方からすいません、次の個人的にお気に入りのセリフがあれば。はい、はい、
そうですね、どちらからいきましょうか。加藤さんと松井さんの取材に同行させていただいたんですけど、その2人からちょっと一言ずつ拾えたらなと思っています。で、加藤さんからは特許ってそんな大それたものじゃないよっていうのを言っていただいて、その特許のっていう、特許権っていうことの前にもしかしたら意匠権みたいなこととか商標権みたいなものでもいいと思うんですけど、そのやっぱり自分たち自身がこう思いついた時とか、あるいはこれからこう真剣事業として取り組もうって時には、大事な権利をちゃんと主張できるようにしていくっていうことがすごく大事だよねっていう話をいただきました。で、特に加藤さんの場合って、いわゆるこう加藤さん自身がベンチャー企業の起業家であるっていうことがあって、でその時に、なかなか、そういったベンチャー企業とかスタートアップの状況って、じゃあ自分たち自身で全てのじゃあ製造みたいなこととか販売みたいなことも含めて全てを担えるかっていうと、なかなかそういうことって難しいなっていうふうに思ってて、で、そういう中で、いろんな協業の相手先っていうのが生まれてくると。でそういう中にはさっき市川の話の中にもありましたけれども、いわゆるこうメーカーの大企業っていうものの知財を使わせてもらったりとか、あるいは製造に関わってもらうみたいなことも、たくさん生まれてくるということがあって、で、ただその時に、自分たち自身で特許を取るって話もあるんですけど、ちゃんとその中の、衣装だったりとか商標だったりとか、自分たち自身があくまでこのプロジェクトの主体者であって、それを企画して販売していくっていうことの、主体者であるってことをちゃんと示すためにも、こういう権利みたいなものを取っていく必要があるよねって話をいただいていて、なんかそれはすごい可能性がある話だなっていうふうに思っていて、でなのでなんかその時に、特許って言った時に、特に、あるいは知的財産って言った時にちょっと固く感じるかもしれないんですけど、その主体者であるってことをちゃんと示していくためにも権利を取っていくみたいな考え方っていうのは、これからすごく大事になってくるんだろうなっていうふうに思いました。で次に、そういう意味でも、そうですね、いいえ、すごく こういう言い方したらなんですけど、こう同じ女性としてって言ったら変なんですけど、なかなかやっぱりその技術の畑って、まず女性が割と比較的少ないっていうのもありますし、そんな中ですね、もう本当にこういやいやそんな大それたことじゃない自分がこう課題を持っているし、課題意識をすごく持っていて、その中でこんなことやあんなこともやりたいし、それによってこう美味しくて楽しくてワクワクするようなものを届けたいっていう思いをすごく展開していただけたなと思って、すごく、そうですね、私も個人的に刺激を受けました。そうですよね、なんか特になんかやっぱり今までその松井さんとかもそうなんですけど、工業デザインに関わる人たちとか、なんかあるいはプロダクトに関わる人たちって、実はなんか少しその特許とかあるいは衣装みたいなことっていうのが身近な方々も結構多いんですけど、なんかこういう事業を作っていくみたいな、なんかサービスの観点みたいなことを考えた時にも、こういうふうにこう権利みたいなものが使えるし、重要になってくるみたいな話はすごくこれから大事になってくるなっていうふうに思いました。そうですね、はい。なんか特許庁としても、ごめんなさい、この iOpen プロジェクトのこの iOpen っていうロゴは商標権を特許庁長官が取得をしまして、特許庁長官が特許庁長官に申請をするという、不思議な文書が申請したんですけど、結構特許庁の中の人間がですね、特許権をとかもしくは商標権をですね、出願すること自体が珍しくて、みんなでなんとなくこうまさしくユーザーの目線に立って学びながらやったということで、結構その中で電子的な出願って結構意外となんかこんな簡単なんだみたいなことを知ったりとかですね、書面自体も商標の書面って本当に1枚のものをまず作ったりとかって結構いろいろ考えなきゃいけないポイントあるんですけど、結構そのやってみるっていうことが大事なんだと自分も体感しまして、このまさしく加藤さんおっしゃるように特許とかもしくは商標もですね、大それたものじゃないっていうことをどんどん広めていきたいなと改めて思いました。はい、ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。はい、次のところもすごいつながってくる話なのかなと思うんですけど、なんかやってみるみたいなところっていうと、松井さんもすごく近いことをおっしゃってたなっていうふうに思っていて、松井さん実際こう弁理士さんとか弁護士の方が同じコワーキングスペースに入ってもらっていて、そういう中で本当になんかアイディアの思いついてスケッチを書いたらすぐにこう弁理士さんに見せて、アイディアのこうなんていうか振りにかけるみたいなことを実践されていて本当にここにも書かれているように弁理士さんと二人三脚で自分のアイディアを取っていくってこと
を進めてるなっていうふうに思っていて、でまあこういうこともなんか多分あの座学でどういうふうに学ぶかっていう部分ももちろん基本的なところではあると思うんですけど、まあ、とはいえなんか実際こうやってみたらデザイナーの方だったりとか、まあ、クリエイターの方々が、まあ、自分の相手で一つやってみるみたいなことができると、あのそのなんか意味とか可能性みたいなことっていうのが、まあ、すごくよくわかるんじゃないかっていうふうに、まあ、おっしゃっていて、まあ、なんかそれはこれから特に今までそのインハウスデザイナーの方々とかってやっぱりあの企業の中に知財部がいて、その方々にまあどういうふうにあのアイデアが生まれた段階でこう入ってきてもらうかってことをやってきてたと思うんですけど、まあそういう動きがもう少しこれから個人の人たちとかっていうのがどんどん活躍していく中では、あのそういう支援みたいなこととかあのつながりっていうのはどんどん増えていく必要があるんだろうなっていうふうにこのキーワードを聞きながら思っていました。そうですよね。あのさっきもオリジナリティロジック化しにくいみたいな話もありましたけど、うん、あの自分一人だとどれだけそれがオリジナルなのかとかってよくわからないんだけれども、うん、誰かにこうある種こう伴走していただくことによって、そこから自分もあ自分のアイデアってユニークなんだっていうことを自覚したりとか、まあ、あるいはそれ以上にね、これがいいじゃない、これいいじゃないですかっていうふうに、その出す時の精度ってものすごくオフィシャルで大変なんですけど、あのもう一人こう人が伴走してくれると状況って変わってきますよね。はい、そうですね、うん、はい、ありがとうございますですね。でここからはちょっと私も2つほど紹介します、はい、そうですね、あのまずヒエラルキーって、その職人さんの現場ってもともとはものすごくクリエイティブだしフラットなんですよっていうお話をしていただいたんですね。で実はそれ今のこう職人さんっていうのがある種こう分業の大量生産とか大量消費の中で分業して与えられた仕事をやるってなったのってこの50年ぐらいですと、うん、で実はでも西陣の歴史とかあるいは舗装の歴史を見ていくと職人さんっていうのは本来そうじゃなかったっていうんですよね。それぞれが自分たちのこう探求みたいなものをこうしてってですね、20人ぐらいの人がこう一気に自分たちのこうクリエイティビティをこうぶつけるようなのがまさにそのものづくりの現場であったと、ものすごいクリエイティブなんだよっていう話を置いていただきました。だからやっぱりあのそういう意味ではですね、今時代が変わってきていて、多分日本もですね大量生産大量消費でそれで勝ち残っていくっていう時代ではないってなると、実はそのどうやって、オリジナルなものができるのかとか、それぞれがあの自分たちのクリエイティビティをこう表現していくとか担保していくのかってことはすごく大事になってくるのかなっていうふうなことを、まあ、示唆をいただいたかなっていうふうに思ってますね。はい、なのでなんかこう誰かが取ったらいいっていうよりはこうみんなに取ってそれぞれ役割を持って何かこうクリエイティブなことをする人、全ての人にとって実は知財って関係あるのかなっていうふうに、まあ、舗装さんの話を聞きながら思いましたという感じです。で、まあ、本当にもう 100個ぐらいこう紹介し続けられるんですけど、もう一つ最後に1個だけこれお三方とも皆さんメッセージがあったなというふうに思っていて、ただ一番若い人、次の世代っていうことでいくと本当に明言していただいたのは松井さんかなというふうに思っています。あの実はその若い人が持っているアイデアにしか未来はないっていうのはこれ衝撃的っていうか、あの本当にそうだなというふうに思ったんですよね。で、あのとかくやっぱりその制度とかですねいうことになってくると、やはり企業の人たちの方があの制度にはもちろん詳しかったりですとか、あのそういうものの前にですねやっぱり、まだ経験値が低い若い人たちっていうのはたじろいでしまうかもしれないと。だけどですね、あの実際に考えていくと、あの若い人たちはそんなことしな、あの遠慮しなくていいんだよというような温かいメッセージをいただいたかなというふうに思います。あのこういうふうに使いたいとか、自分のアイデアが実現されたらこうなっていくというようなビジョンとかですね、パッションみたいなものがあったときに、それを実現するためにもちろんあの個人ではあの力が足りないんだと、だからこそ協業するわけであって、ただその時にですね、まあ、あの個人個人もこう経験とかスキルとかそういうものは必要になってくるので、まあ、そこはあのもうちょっとみんな意識して、いろんな人に相談をしながらですね、まあ、できればやってみて、
もしかしたら失敗するかもしれないけど、その中で、こう学習していきながら、知財っていうものを自分たちも獲得していくということをぜひやってくださいっていうような応援メッセージをいただいたかなって思います。これ加藤さんももちろんおっしゃっていたし、細野さんもなんかこうぜひ若い人たちに向けてそういうこう職人になれるような制度を作っていきたいなって話だったと思うんですけどね。はい、はい、っていうような話がありました。なのでですね、今回はどうしても短い時間の中でです、すごくギュッとエッセンスだけ、私たちのお気に入りだけちょっとこうバイアスもかかってご紹介させていただいたんですけれども、映像もですし、できればもう少しですね、この皆さんのお話っていうのもご紹介できるような機会をゆくゆくは持っていきたいなというふうに思っています。はい、ではですね、ここからもう一回今一度バトンタッチでもいいですかね。はい、今後の iOpen の活動についてということですとか、少しお知らせを最後にして終わらせたいなというふうには思っています。少し最初に橋本さんの方からもですね、こういうサポートをしていきたいんですよというようなお話があったと思うんですが、ちょっと具体的に、まあ、先行する形で、今白井の方で取り組んでもらっているものがあるので、それを少しご紹介いただけたらなと思います。バトンタッチしていいですか。はい、あ、僕から話しちゃっていいですか。はい、はい、ちょっと冒頭でも簡単にご紹介させていただいたんですけど、今まあ、今回その特にまあ iOpen っていうものが掲げているものとして、まあ一人一人がそれぞれのビジョンを持って新しい事業を作っていく、まあそういう知的な知的創造活動っていうのをどういうふうに支援していくかってことを考えていきたいなというふうに思っています。で、今具体的にはですね、先ほど映像でもご紹介させていただいた松井さんと加藤さんについては、コラム化してそれをもう少し文章ベースでもお伝えできるようなものをご用意したいなというふうに思っていて、で今知財を開く iOpen ガイドっていう、まあ、小さなリーフレットのようなものの制作を進めています。で、まあ、そういう中で、まあ、やっぱりこう、まあ、個人とか小規模中小規模の事業者の人たちがこういった知財に関わっていくっていう上では、まあ、例えば知財にかけられる予算が限られていたりとか、あるいは人員とかのリソースが限られてたりするっていう、まあ、特有の状況があるなっていうふうに思っていて、まあ、じゃあそういう課題っていうのをどういうふうに明らかにしながら、そこへのまあ解決策の入り口みたいなことを考えられたらなというふうに思っていて、まあ、いろんな方々へのインタビューとかっていうのをちょっと用意して、詳細誌として公開したいなというふうに思っています。で、具体的なコンテンツとしては先ほどご紹介した松井さんと加藤さんのコラムだったりとか、あとはスタジオバイカラーという、まあ、色とか素材を効果的に使う、まあ、工業とか、あるいは、プロダクトのデザインをされている秋山香里さんという方で、あとは、東京の立川にある印刷工場の福永志向さんの社長でいらっしゃる、山田清さんという、まあ、4名の方への、コラムだったりとか、あとは、シティライツ事務所って、まあ、弁護士事務所の倉崎慎一郎さんが、まあ、お答えする知財の疑問みたいなこととか、あとはその倉崎さんと、特に、まあ、地域のものづくりに精通している、永田沖里さんとの座談会だったりとか、まあ、あとは具体的に簡単になんではあるんですが、まあ、商標がどういうふうに調べられるのかとか、そういった、まあ、知財のなんかある種の基本的なところっていうのを個人とか、あるいは中小企業で活躍するようなデザイナーの方とかクリエイターの方々向けに学べるようなコンテンツっていうのをご紹介していきたいなっていうふうに思っています。で、4月以降にですね、この後、ウェブサイトをまた更新していくんですが、まあ、そこでも PDF 版を公開したいなというふうに思っていますし、4月以降には印刷版の方も、ちょっと今置かせていただく場所については調整中ではあるんですが、まあ、各地のコワーキングスペースだったりとか、まあ、いろんなところにお届けしたいなというふうに思っているので、またウェブサイト等々でも場所についてはお知らせさせていただけたらなというふうに思っています。はい、橋本さん、あれですよね、これぜひ広く全国津々浦々こういう、まあ、クリエイティブな仕事をされている方、まあ、本当に広く手に取っていただきたいですよね。そうですね、まあ、やっぱり特に知財というと、まあ、動画の中にも固いとか真面目とかって最初のとっつきづらいんじゃないかみたいなことが、まあ、イメージとして特にあまり関わりがなかった人にとってはあると思うんですけど、まあ、この今
絵に書いてある通り、まず最初に例えば、このなんかロボットみたいなの書いてますけど、このロボットに名前を付けようみたいな、まずどういうふうな商品にしようとか、会社名にしようとか、プロジェクト名にしようみたいなところから、まあ、実は知的財産の始まりがあったりとかしてですね、そこも、まあ、いろんな、まあ、もちろん商標からってある必要はないんですけれども、いかにこう始めやすいものなのかっていうことをぜひ広くお伝えしたいなと思ってまして、さまざまなところにぜひ置かせていただければなと思ってます。ぜひお問い合わせもぜひいただけるとありがたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。で、ですね、こう今ご紹介した iOpen ガイド含めなんですけれども、今まさにちょっとこのイベント自体は先行で公開をさせていただいているんですが、先ほどお見せした映像ですとか、あと iOpen ガイドもですね、4月の初旬を目安に、公開をホームページでしていきたいなというふうに思っています。すでにホームページですね、 iOpen のプロジェクトのサイト自体は公開をしておりまして、こちらの方にアクセスいただけると、まあ、いろんな人たちのお話とかエピソードみたいなものも合わせてご覧いただけますし、なんで、まあ、ここの、まあ、個人の起点にした知財の在り方というものを探求しようかという話になったかという、ある種こういろんな示唆をいただいた方たちのインタビュー集というのもここに載っておりますので、合わせてご覧いただければなというふうに思っています。はい、こんな感じですね。ちょっともう削るのがもったいなくて、ちょっと一応コロナの前に実施したものもあるので、少し時間が経ってからの公開になってしまったんですが、合わせてご覧いただけると、まあ、こう焦ずにというか、今なぜ知財が大事なのかということのこうちょっとこうエッセンスが詰まったサイトになっているかなというふうに思っています。はい、最後になりましたが、このような形で今日のイベントは以上で終わりです。映像はですね、本当はもうちょっと何回かお見せしたいぐらいですけど、最後もう一回ぐらい見せておしまいします急にそんな振られても困っちゃうかなちょうど3分ぐらいだからありかもしれないはい、もしですね、あたふたしてなければですね、映像機材もあります。はい、ではバトンタッチをしようかな。はい、もう一度お見せして、そのまま挨拶なしで終わりにしたいと思います。また動画、はい、ウェブサイトで公表しますけどもということですよね。はい、そうですね、せっかくなので最後までお付き合いいただいた皆さんにもう一回見せておしまいしようと思います。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。クリエイティブな人たちには相当面白い時代になってるんじゃないかな。例えば実際あったことで言うと、農家さんでも結構いろんな発明っぽいことをするんですよね。それこそ本当農業現場であってもベンチャー界隈であっても、そういう発明とかアイデアを持たれてる方たちっていっぱいいらっしゃるんですが、最初取っておかなきゃっていうことにが大事だったんですけど、気づいてないか。自分のアイデアでもしかしたらこういろんな新しい展開が生まれてくるかもしれないので、西陣織の、まあ、織屋ということでですね、創業は元禄元年1688年からですね、西陣で織物を織って、まあ、今になります。まあ、10年前に約1年かけて世界で初めての150センチの幅の西陣織が織れる織機を自社で開発しまして、そこが、まあ、海外の展開のきっかけとなっています。やっぱり過去にそれだけ振り返れるということは、その分未来を見渡せるということにつながってくると思いますので、ね、クリエイティビティを持って過去をリサーチして、またそこからこう未来に展開するということができるんじゃないかなと思います。結構職人もしくはそのアーティストにリスペクトを持つ社会って僕は重要だと思っていまして、そこに対してみんなの敬意を払えれば、ある意味そのクリエーションというか創造的なものに対する意識とか
価値が高まってきますし、ではそれが職人の価値を高めることにもなるんじゃないかなとも、まあ、思いますので。松井達也です。工業デザインっていうのをまあベースにいろんなデザインの活動をしてますが、まあ、最近はそれに付随して現代美術っていうのを、結構作品を作ってます。まあ、クリエイターの、ね、アイデアイコールこれ命ですよね。これ今度クオリティとその権利によって縛られた領域も もちろん解放されていくので、本当にクリエイティブで新しい生き方を、まあ、日本が進めてこなきゃいけないと思います。農業×絵にイコールハッピーって、その農業と社会機能を掛け算すると社会課題が解決する。やっぱり人はクリエイティブと思ったものにやっぱ幸せを感じていく。一番大事なのはオリジナリティ。